この広い野原一杯は1967年1月2日にリリースされた日本のフォークソングである。オリジナル版は森山良子が歌唱した、おのえ稽古の作詞、森山良子の作曲によるフォークソングでレコーディングされたものがフィリップスレコードからリリースされている。内容は見渡す限りの大自然をすべて捧げる代わりに、 あなたからの手紙が欲しいと願う内容となっている。作詞のお園絵稽古は、うちの猫僕の猫、魔法のワルツ、夕焼け番長などの作詞のほかモザイクの馬、耳かきの好きな王様、生活美人などの著作のある文筆家、つびれぐつぶれぐマーチ、新しい動画3つの話のアニメ映像をも担当した。2011年に76歳で没。本曲は、森山良子が、東京、 銀座の画廊を訪れた際に見つけたスケッチブックの詩に30分で曲をつけたものである。森山が学生時代に自身が出演していたラジオ番組で本曲をオンエアしたところ、これが評判を呼ぶ。森山自身はジャズシンガー死亡であったが、本曲をフィリップスレコードから1967年1月2日にリリースするとヒットソングとなり、その後禁じられた恋。 サトウキビ畑、ソウソウなどジャズ以外の分野でばかり、ヒットソングに恵まれてしまう結果となった。その皮切りとなった曲がこの曲だったとされている。なお、森山自身は、本曲のヒットによって本来目指していたジャズから、フォークへの道を進んだことに際しては、あの時代ゆえだったのか、と後に語っている。この曲は、小学校の音楽の教科書にも採用され、1974年に、 NHK 番組のみんなの歌でも採用されて全国的に放送されている。2000年の夏に発売されたプレイステーション用のゲーム僕の夏休みのエンディングにも採用されている。プレイステーション用のゲームのエンディングに昭和時代のフォークソングが採用された例は他にない。この広い野原いっぱい作詞、おのえいこ作曲、森山良子、編曲、 服部ト久一番星の歌作詞、サザモクモーチャフ、作曲、浅田博ロ編曲、服部ト久、みんなの歌で紹介されたのは1974年4月から5月で、編曲は、前田則夫、歌は森山自身が歌った。映像は実写で、城ヶ島で、ロケーションが行われた。みんなの歌での放送後、視聴者からの楽譜の希望が多かった曲の一つである。 1983年3月21日放送の特集みんなの歌では再放送されたが通常番組では再放送されなかった。だが2011年からのみんなの歌発掘プロジェクトで映像が発見され2012年3月16日深夜放送のみんなの歌発掘スペシャル内で38年弱ぶりの再放送となった。ありがとうございます。